御殿場駅は静岡県御殿場市新橋にある東海旅客鉄道御殿場線の駅である。駅番号は CB10。静岡県東部の中規模都市である御殿場市の代表駅であり、市の中心部に位置する。普通列車が停車し、一部の普通列車や新宿駅と当駅を結ぶ特急、富士山が起点、終点としている主要駅である。乗降客は 御殿場線内では、沼津駅、高津駅に次いで多い。富士山や箱根の玄関口の一つであり、駅前からは富士山麓や川口湖、箱根方面などへ向かうバスが発着している。1928年までは、駅前を馬車鉄道が発着していた。駅の開業は1889年2月であり、御殿場線の途中駅の中で、丹那トンネル開通以前に、 東海道本線の駅として開業した7駅の一つである。開業以来国有鉄道の駅であったが、1987年4月の国鉄分割民営化により旅客営業は JR 東海に貨物営業は日本貨物鉄道に移管された。ただし、JR 貨物の貨物営業は2006年4月に廃止されている。御殿場駅に停車中の小田急3 0 0 0系 s s e 連絡急行朝霧東海道本線の一部として、神津沼図館が1889年に開業したとき、その中間駅の一つとして、当駅は開設された。もともと御殿場は、富士登山の拠点として栄え、駅の開設が決まるや、稲や旅館、商店、運送店などが、駅前に立ち並び、汽車で来る、登山客に備えたと言われている。しかし、 駅が開業する当日の午前3時ごろ、街で大火事が発生してしまいおよそ1000件が焼ける被害が出たため、華やかに行われるはずの開業式は、質素なものにせざるを得なかった。くしくも同じ日に開業した静岡駅周辺でも、火災が発生して1100件が焼けている。そんなハプニングの中でスタートした当駅であるが、予想通りと残客によって、駅や街は潤うようになった。 さらなる登山客の確保を狙い、町は中央本線の起点を御殿場駅にするように政府に請願書を提出したが、これは実らず起点は八王子駅になった。中央本線に代わる交通機関として、1898年に駅前から山梨県境に近い須走村まで御殿場馬車鉄道という馬車鉄道を走らせた。 その後も賑わっていた御殿場駅であるが、1934年に丹那トンネルが開通して、東海道本線のルートが熱海経由に変更されたことは大きな衝撃となった。幹線の中間駅からローカル線の一駅になってしまうのは、町の衰退につながりかねなかったからである。町ではせめてもということで、急線につける名前を箱根線、箱根線、箱北線、 富士山線など様々な候補があった中、御殿場線にする要請願書を提出し、これが実って鮮明が御殿場線に決定した。1955年、小田急電鉄により、特急、富士山の原型となる、準急列車、銀霊、不要の運行が、新宿駅と当駅とを結ぶ形で始まった。以来、長期にわたり、当駅は終着駅だったが、 1991年に本格的な特急、朝霧が登場し、沼津駅まで延伸されたことにより、主要な途中駅となった。2012年に運行区間が東駅止まりに短縮されたため、現在では再び終着駅となっている。蒸気機関車が使用されていた頃は、運行場の拠点としても機能していた。東駅は御殿場線において、最も標高が高い位置の近くに存在しており、 当時は、沼津駅、三北駅の両方向から来る列車が、急行バイク間を登るために、当駅まで補助機関車を連結して運転していた。また、丹那トンネル開業前の東海道本線時代に、運転されていた、特急列車、急行列車などの場合は、ここで走行中に、補機の切り離しを行っていた。プラットフォーム東側の留置線に留置中の特急、 富士山に使用される小田急6万系地上駅であり、単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを有する。駅構内の西側にある単式ホームが1番線、東側にある島式ホームが2番線及び3番線となっている。運転扱会場の線路故障は1番線が上り、本線、2番線が中線。 3番線が下り本線である。太平洋戦争前は1番線は軍専用ホームだった。3番線の東側には電化された側線が2本あり、主に電車の留置線として使用される。また1番線ホームの南側には駅構内に御殿場工目が置かれている関係で、補線車両留置用の側線がある。側線上には補線車両用の小さな車庫が置かれている。 国鉄時代の貨物営業を行っていた頃は、一番線ホームの北側と南側の2カ所に貨物ホームが設けられていた。また、特急、朝霧発車時には発車ベルが鳴っていたが、2012年3月に運転区間が短縮されてからは、車掌の位置にスイッチがなくなったために扱われなくなった。箱根乙目口駅舎は、駅の東西を結ぶ自由通路を併設する。 橋上駅舎である。改札口は2階に位置し、この自由通路に面している。1階のホームと改札口は階段やエレベーターでつながる。改札口脇の窓口は JR 全線切符売り場を兼ねている。改札口には自動改札機が導入され、駅舎内には IC カード対応のタッチパネル式の自動券売機が設置されている。駅の出入り口は西側の 出入口の名称は富士山と乙女峠にちなむ。京城駅舎が建設される前は、一番線ホームに隣接する場所に地上駅舎が置かれ、二つのホームを結ぶ古戦橋があった。駅舎には売店、飲食店等のトなんと、アスティ五天場が併設されている。JR 東海の駅長、駅員配置駅である。管理駅として、五天場市内と小山町内に位置する。 御殿場線の4駅を管理している。静岡県統計年間及び、御殿場市統計所によると、2018年度の1日平均乗車人員は4881人で、ある、静岡統計1。近年の推移は、以下の通りである。富士山口バス乗り場ポッポ広場箱根乙女口バス乗り場。富士山口側は、駅の表玄関で、路線バス乗り場。 古殿場市の駅前サービスセンター、タクシー乗り場、送迎用停車場がある。箱根乙女口側には、小田急箱根高速バスや、古殿場プレミアムアウトレットシャトルバスなどの乗り場がある。公衆便所、駐車場、無料駐輪場は両側に設置されている。富士山口側のバス乗り場には、富士急モビリティ、富士急バス、箱根登山バスなどが発着する。箱根地区のバスでは、 571の停留所番号を設定している。なお、東名ハイウェイバス、東海道昼特急号、新富士成田空港線は、東名御殿場バス停に発着する。このうち東名ハイウェイバスについては、1990年3月15日から2006年12月14日の、間あたり駅に乗り入れていた。箱根を止め口側のバス乗り場には、小田急箱根湖、箱根地区のバスでは、 568の停留所番号を設定している。2020年2月23日に、御殿場市観光協会によって、富士山御殿場、箱根観光案内所が開設された。こちらでは、小田急箱根高速バスの乗車券や小田急電鉄が発売する箱根フリーパスを販売している。案内所開設以前は、箱根登山ハイヤー、御殿場営業所で販売が行われていた。 御殿場夏祭り歩行者天国を実施時、歩行者天国による通行止め箇所を迂回するため、箱根登山バスの富士山口に発着している便が、箱根を止め口に乗り入れる。御殿場線ではこの辺りから裾野駅の間で、富士山が最も近接して見えるため、丹那トンネル開通前は、東海道本線における風景の名所とされたことも、あった。1900年5月に、 大和田武駅によって作成発表された鉄道昇華第一周東海道編では以下のように歌われた。14、遥かに見えし、富士の峰は早和がそばに来たりたり雪の冠雲の帯、いつも毛高かき、姿にて十五ここぞ、五天場夏ならば我も登山を試みん高さは一万、数千百十三周もただ一目特急、富士山の隣の停車駅は、 列車記事を参照。東海旅客鉄道 CB 御殿場線足柄駅、御殿場駅南御殿場駅駐車区、編集出展、編集静岡県東計年間御殿場市統計所。ありがとうございます。